今回はご質問の多い立ち上がった前髪の作り方をご紹介していきます。使用したものはこちら。保冷剤はなくても大丈夫ですが、あると便利です。まずウィッグの根元を水で濡らし、ドライヤーを使って毛流れを後ろに流します。ウィッグは濡らしてからセットすると型がつきやすいので、ここはポイントです。温風の後は冷風で熱を冷ますとスムーズに型がつきます。このまま好きな位置で分ければ第一段階完了です。今回は逆毛ありのやり方と逆毛なしのやり方、それぞれをご紹介します。まずは逆毛ありの方法からやってみましょう。コームを使ってとにかくしっかり根元に逆毛を立てます。逆毛固定のためにドライヤーで熱を加えて、その後表面の毛流れを整えます。そこからヘアアイロンやドライヤーを使ってウィッグの繊維を温めてはセットするということを繰り返していきます。セットの際、逆毛を潰しすぎないように気をつけてください。逆毛を立てておくと根元から毛流れを変えやすい、ボリュームが出る、持ち運んでも崩れにくいなどのメリットがあります。前髪をカクッと折りたい場合はコームを使うとセットしやすいです。続いて逆毛なしの方法をご紹介していきます。基本は逆毛がないだけで、逆毛ありの時と同じようにウィッグ繊維を温めてはセットするということを繰り返していくのですが、逆毛がない分毛が少しまとまりにくいので、保冷剤などを使ってセットする方がスムーズです。今回は棒状の保冷剤を使いましたが、普通の平べったい保冷剤や栄養ドリンクの瓶を冷やしたものでもお使いいただけます。逆毛がないとナチュラルに仕上がる反面、毛が乱れやすいので都度整えるかスプレーでしっかり固めておいてください。反対側も逆毛を立ててバランスを整えていきます。スプレーで固める際は逆毛の部分にもしっかりと振っておいてください。立ち上げた後、前髪をカットして調整すれば完成です。いかがでしたでしょうか。アニメや漫画によくいるこの髪型、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。